皆さんお元気ですか。小林幸子です。この度私は京都鴨川音楽祭に参加させていただくことになりました。京都芸術大学の皆さんからも熱いメッセージをいただきました。ぜひ一緒にこの音楽祭をやりたいと心が動きました。本当に今からもう楽しみにしております。本当に今からもう楽しみにしております。学生のみんなとのコラボもあります。この日だけのスペシャルステージでございます。3世代で楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ京都鴨川音楽祭で一緒に笑顔になりましょう。お待ちしてます。